始めたいと思う。でいい？あの、まあ、みんなもパーマカルチャーの歴史の背景をその話したと思うけど、あの、もともとヨーロッパの移民がオーストラリアへ移住して、そこで丸ごとヨーロッパの農業を取り入れた、あの、一年草の植物をメインにして農業をやってた。だけどどん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 生態系が崩れて、土壌質が悪くなって、あの、育てなくなった。で、その荒れた生態系をもう一度再生するために、あの、パーマカルチャーを考え出した。で、最初は多年植物を中心の農業という考え方で、あの、多分世界で初めて考えた、あの、生態系を真似した農業やったらどうとビル・モルセンが最初に考えてた。あの、生態系は、うん、自然繊維が行って、あの、例えば土地を耕すと最初は、あの、一年草の雑草が入る。で、単年草の雑草が入る。で、低木、陽性の低木が入って、陽性の高木が入って、で、陰性の高木が入る。最終的にだいたいその流れで、その自然のプロセスを、その波に乗って農業やったらどうかなとビルが提案した。一年草を中心にする農業は、まあ、1年間農作物を作ってもう最初から戻す。林業はもうちょっと長くスパンで作って戻す。で、本当にその、あの、極相林を真似した農業、どんな形かを、あの、ビルが考えてた。で、あの、それは40年前で、あの、そのパーマカルチャーを試してみた、そのフォレストガーデンを試してみた人たちがたくさんあるけど、結構、あの、失敗した人が多い。あの、成功した人もおるけど、で、失敗したところは、その極相林クライマックスエコシステム、もともと人間があまり、あの、使わない植物が多かった。ほとんどの人間が使える植物はその手前の状態の植物だから、最終的な生態系を真似するとやっぱ人間が使えるものが少ない。だから、その手前の方で、あの、人間が幅広く使える植物を、あの、真似したフードフォレストでいいじゃないかと、あの、最近言う人が出てきて、いろいろ石膏例も出てきた。あの、いわゆるサバナを真似した、光が入って、すべてクローズドカナピーじゃなくて、つまり光が入れない、あの、フードフォレストじゃなくて、木の幅を取って、木の間隔を取って光が入ってできる。で、これと田んぼの、あの、接するところとか、田んぼの面白いところと、そのフードフォレストは、極相林を狙うと、あ、生物多様性は限られる。だけど、その手前の状態を狙うと、エッジも多くて、生物多様性も増えるし、あと田んぼを取り入れるとさらに生物多様性も増える。つまり、どれだけ、あの、さまざまな地形生態系を作れることによって、あの、生物多様性も増える。で、ちょっと、あの、それに関して、あの、先生の意見をちょっと聞きたい。難しいね。田んぼに関してというのも、そう、畑も含めてだけど、僕の考えとしては、もう生き物の住みかを分ける、分けるからこそ多様性になる。これを毎度毎度なんか肥料をあげたりとか耕したりとか
していくとまた1からのスタートに戻るから、そうではなくてそれを積み重ねていくことによって住処は分かれていく。そうすると住処のちゃんと分かれるからこそそこで得意なこと、得意とその持ってるポテンシャルが生かされる。ちょっといい、うん、あの住処を分けるのはあの具体的にどんなこと？金で言うと鉱器なのか研気なのか、うんうんうん、でまあ外っていうか土から上で言うと光が当たる場所なのか半分当たる場所なのか影なのか、これを例えばトマトだったらいっぱい光を求めたいから、これを影のところで育てたら、まあ、想像通りそんなにできないよね。でもこれをちゃんと光の当たるところに持っていってあげる、ちゃんと。でその逆も一緒で、影が好きなところのやつをわざわざ光が当たるところに持っていってもポテンシャルは上がらない、うん、これをちゃんとパシッパシッって当てはめることによってそこに来る生き物たちもちゃんと来るようになる、うん、そうするとまた上の生き物たちもちゃんと来る。だからこのフィールドをちゃんと当てはめていく生き物たちを意図的に、まあ、あの言い方違うけど、うん、まあ、ちょうど僕が、うん、あのさっきなんか説明したか考えたことで、うん、あのもちろん全部はぐじゃぐじゃしなくて、うん、あのそう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 、それぞれの、あの生態系かそれぞれの地形があって、あ、だからさっき言った最初は一年草が出てきて、次に多年草が出てきて、うん、低木の幼生が出てきてっていう、あの順番があるから必ず、うん、その順番崩しちゃいけないっていう、うんうんうん、で僕たちは使えるのは一番最初の、使える幅が多いのは一年草あたりの栽培植物っていう風に当てはまってくる、うん、なるほど。だからあのその全体の生態系の中で、あの一年草のための場もある、うん、そう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 、ね、で多年草の場もある、ある、うん、で木の場所もある、うんうん、で高いところもあるっていう風に全体図が見えてくる、うんうん、ちょっと一つ入れて、いや、あのシュタイナ、最近あの先生とよくシュタイナの話するけど、うん、あのシュタイナはそのシュタイナ農法の第一原則っていうか、そのファームオーガニズムとかで言ってた、ファーム農場、オーガニズムは生物、そのファームを全体的な一つの生物としてあの考えてる。もっと分かりやすく言うと有機体っていうふうに思う。有機体、ね、生き物、一つの生き物、集合体の生き、うん、集合体、集合体、うんうん、あ、そういう言い方使ってる日本語で、僕はね、話すときは、okay. 有機体の集合体みたいな、うんうんうん、はい、どうぞあ、で、まあ、あの、まあ、シュタイナーの方の、まあ、最も大事なところに一つのは、その家畜と畑の面積のバランス。家畜が多すぎるとあの環境汚染になるね、あの出てる糞尿は利用できない、活用できない。家畜が少ないだとあの栄養が足りなくなる、畑が広すぎてあの畑の栄養が足りなくなるっていう考え方、そのバランスが大事とシュタイナーが、それ、まあ、大事の原則で、自然農から見るとそれはどう思う？すごくバランスは大事だけど、なんだろう、例えばだけ日本で、田んぼやりたい、畑やりたいって場合、そういう大きな面積持てない、うんうん、ってなった時に小面積でじゃどうやってそういうのを賄えるかっていうふうに考えなくちゃいけなくて、まず家畜はまず飼えない、うんうん、けどでも生き物たちはの出入りは必ずできるから、それをバランスをちゃんと考えて、僕は1年ずつちゃんと積み重ねていく。でその途中になんか僕たちがやられるような生き物が来るかもしれないけど、それは生き物たちのバランスがまだ整ってないだけの話だから、それグッとこらえる。
今そいつらがちゃんとそのバランスを直してる途中だからね、和田さん。いやいやずっと見てるからなるほどそうそうなるほどと思ったわけです。だいたいそういうのって3年から5年でちゃんとバランス取れてくるから、早ければ3年で取れるから、それを1年目の現象がいっぱい変な風になったからって言ってあーだこうだってやっちゃダメで、さ2年かけて3年かけてで、さっきカエルさんは主体のやつで家畜って言ったけど、もう一つあるのがミミズ、ね、そこに入る、はい、そこに入る前に、あのそのシュタイナーが家畜と言って、うん、まあヨーロッパの農業を考えると、あの牛を中心にしてその畑と牛 あのバランスだけど、僕らは別に家畜じゃなくてもその生態系 あの生き物と生産の面積とか方法のバランスというふうに考えられる、うん、ね、そうそう、だからまあ家畜の代わりにイソミミズとか、うん、あのその生態系の全体的なあの生物、そのバランスを大事にすること、うん、でミミズに、そうそう、でミミズをやっぱり基本中心とした、まあ、パモ会場でいうデザイン性を主にした方がいい。でそれをやっぱ3年かけるわけだから、やっぱそこの間に調整はやっぱちゃんとしていく、ちょっとアンバランスのところは絶対出てくるから、それをちょっとずつ変えていって3年5年後ちゃんといい三角形ができるようになるようにするね。であのこれ面白いね、うん、あのシュタイナーが言ったのは、地球上で最も大事な動物は3つあって、ミミズとミツバチと牛って言ってた。面白いね。でさっき の,、うん、あのまあ本当に土の健康を人間の目で見るのはミミズだよね。あのまあ、もっと細かい生物もとても大事だけど目で見にくい、うん、人間の目肉眼で見えるのはやっぱミミズ。それで土の健康性を判断できる。であの森も農作物も半分以上の植物は受粉が必要、うんうん、それはやっぱミツバチの大切さはあるね。で牛を触れる前にちょっと先生に、うん、あのミミズかミツバチに関してなんかじゃあミミズ、そう今言ったミミズも僕たちが見る時のミミズっていうのはほんと表面だから、これって例えば耕したとか農薬かけたとか除草剤かけてもまた繁殖するんですよ。だからミミズが痛いイコールいいミミズではない、うん、でもその下にはちゃんといっぱいいるっていうのは確かだから、極力ミミズと耕すとか農薬除草剤かけなければ変な現象にはやられないのと、あとミミズでも住みかが違うから、上に出るのと下にいるやつと役割が違うから、それをちょっと試しに掘ってみてどういうミミズがいるかっていうのも見た方がいいかなって。とあの今日コンポストトイレ開けてね、森を低木住んでるところで、うん、でコンポストの中に開けて新しい排泄物を入れてかぶせるけど、ミミズいっぱいおった、うん、珍しい。普通に暑くてそんなにミミズはいないけど、ミミズいっぱいおった、うん、で蜂もそうなんだけど、蜂はミツバチがやっぱまあ、いろんな最近は情報として出て入ってくるミツバチの大切さだけど、ミツバチが大切だっていうふうにフォーカスしちゃうとミツバチばっかりやりたがる、うん、けどさ蜂の中でもちゃんと蜂の生態系っていうかこうピラミッドがあって、頂点がスズメバチだから、スズメバチイコールミツバチはこうミツバチの巣にスズメバチこうやって来るでしょ、殺しに来る、これを悪って考えちゃうけど、そうじゃなくてこのなぜミツバチ、スズメバチはここに来たかってまず考えないといけない、うん、これ分かる？分かる？食べるから。そう食べる。なぜそこに食べに来る？あの子供産むから、うん、でも他にいっぱいあるじゃないですか、うん、スズメバチ食べるもの、
まあ、あのミツバチが多いから、うん、そうそうそう、そこ多いから本当は自然界の中にはそんな多くはないはず。でも意図的に人間はそこに置いた、イコールスズメバチがそこにさ、うん、楽に取りに来れる。うーん、今減ってるって言ってますよね、うん、世の中で、うん、じゃ逆ってこと。いや逆じゃなくて生態系が壊れてるだけっていうだけの話で、うん、別に人間のやってることは悪いとかでもないし、うん、でもこの頂点がちゃんとあるんだよっていうのをちゃんと見とかなし、うんうん、スズメバチが悪って思っちゃいけない、うん、ここが大事、うん、スズメバチバーってきたらそれはもう確実にここの生態系が悪いっていうこと、うんうん、と思われてるよ。そうそうそう、うんうん、で そうでもない、うんうん、はい、あのスズメバチも、うん、あの害虫を食べてくれる、うん、そう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 、ね、害虫がいないっていうことも、いないからこっちに来るっていう場合もあるわけじゃないですか、ね、その全体をちゃんと見なくちゃいけない、うん、ここだけにフォーカスしないで、うん、あとミミズに戻ると、あの聞いた話、あのどっかで行った研究で、あの除草剤、うん、ラウンドアップ、うん、あの1回使うことによってミミズの数は半分に減るっていう、うんうん、あの結果が出たみたいで、除草剤の危険性を感じたね、それを聞くと、うん、で、あのこの前島根県の百姓のところに、うん、あの視察しに行った、うん、素晴らしい百姓で、あの畑がとっても綺麗、除草剤いっぱい使ってるね。いっぱい使ってる。大体見る、あのもう分かるだよね、うん、見るようにね、あのその土壌土地の生命が全然違うね、あの植物の茂ってる感じ。除草剤を使うと本当にあの砂漠になんか感じで、植物があまりなくて、で藻が増えるね、うん、あの緑のなんか藻ね、地面に苔、うん、であの話したら、やっぱあの周りの人がどういうふうに思ってるかをすごい気にするって言ってた、うん、ここはあの道のすぐそばで、道はその農地より高い位置にあるから全部見えるからめっちゃ気にする、うん、じゃ あのミミズもハチも、うん、で牛、うん、牛だけどシュタイナにとって、まあ、ヨーロッパの伝統的な農業にとっては牛は中心だった。で実はね、この上海地区も日本の農業も昔牛がメインだったね、うん、であの1970年までこの地区で牛を飼ってる人もおった。で本当になんか理にかなったシステムで、雑草を牛に食べさせて牛が農作業をやってくれて、フンを落としてそれが栄養になる。本当にあのここの循環があった。で牛じゃなくてトラクターを導入すると雑草の意味がなくなる。雑草はもう切れないといけない、うん、化石燃料を使って草刈りで切って、うん、けど牛がおるとその雑草は価値がある。あのなんか喧嘩になるぐらい大切だったみたい昔、うん、フンもそうですよね。フンも、うん、で今あの動物系の糞はあの悪いというあの偏見があるだよね。動物系じゃない糞がある。あ、ごめん、あの、まあ、動物系 あのコンポスト、動物系、ああそう、動物系の堆肥、はい、牛糞があの悪いという考え方あるだよね。動物系 あのこの前自然栽培の講習会があって、参加者一人が、あれあのこれは自然のと思ってた。あの先生の一人はなんか
牛糞を使ってたって言ったら、あれこれ自然栽培と思ってた、うん、あのそれは先生はどう思う？まずちょっと話を戻すと、うん、ラウンドアップと除草剤の話、うん、僕からするともうラウンドアップも有機肥料もうほぼ一緒イコール、感覚的にね、いい悪いとかじゃなくて考え、うん、要は有機そこにいる住みいる生き物たちをここに有機肥料を入れると違った生態系が出てくるから、うん、そしてイコール骨格死んじゃう、うん、それを一気にやるのがラウンドアップって、でも行為は一緒だから、だから僕はなるべくそういうものはしたくない、突き込みたくない、うん、で、あとはなんだっけ、それあの牛、牛の牛とあ、まあ、あの動物系のコンポスト、うんうんうん、牛糞堆肥と、うん、あの牛の役割または、うんうん、動物系の肥料、あ、そっか、とにかく生き物たちを利用すればいいから、僕たちは作ってる作物に対してどれぐらいの肥料分が必要なのかっていう知識をまず持つこと、これがすごく大事。その時、その後に選択肢として動物性なのか化学性なのか、 なんか植物性なのかの肥料を選択する、もしくはやらないっていうふうに選択しないと、知識がない限りなんか植物は肥料あげないと育たないんだよねっていう感覚に陥っちゃう、うん、入れないとっていう、でも実際は入れなくても生き物たちが勝手にやって、ミミズと一緒で勝手にやってくれるわけだから、それを早く1年目で取りたい、2年目でも取りたい、3年目でも取りたいってなったら、いつまでたってもそこの生態系は成り立たない、成立しない、うん、僕からすると動物だろうが植物性だろうが化学性だろうがどっちでもいい、うん、っていう風になっちゃう、うん、で現代の牛とかのあれは餌が悪いから、やっぱり悪には見えちゃう。あと牛の飼い方がもうマックスを超えてる、うん、そこはちょっと僕も疑問には思う。そういう飼い方の牛の糞も、や僕だったらそれは絶対使いたくないかなって、ね、うん、そうで、あの僕言いたいのは、その餌と飼い方によって全然違う、うん、あの今ベジタリアン、ビーゲンの方は環境に優しいと思われてる。それは牛は雑草食べてないから悪い、うん、飼い方牛舎で飼ってるから悪い、牛が悪いじゃなくて、実はね、人間が食べられない雑草を食べて高級のタンパク質を作ってくれる。すごいだよね、僕らが消化できないのただの雑草草を食べて牛乳が出る、肉もつける、すごいだよね。で、あの牛はタンパク質を食べないのに肉がつけれる理由は何だろう？人間はできないだよね、野菜だけ食べると筋肉はつけにくいだよね、人間は。けど牛はもう草食べるだけで、ね、筋肉がつく、牛乳も出る。なんで？草でもタンパク質があるんじゃない？ちょっとだけでも、あのあアミノ酸あるけど、うん、タンパク質ではない。住んでる微生物が違う、うん、腸内細菌、そう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 、あの牛は実は草食べてない、牛は草食べてない消化できない牛は、牛は微生物を食べてる。牛の中に微生物の生態系があって、それを繁殖して増えて死んで牛の栄養になる、その微生物が牛の栄養になって筋肉になったり牛乳になったり、でその微生物を食べさせるために牛が雑草を噛んで
細かくにして微生物を食べさせてる。へえ、すごいだよね。で、あの雑草だけ食べて牛の牛糞が最高級の植物堆肥。もう植物と土にとってとっても大切な微生物の、なるほど、うん、本当に宝物。それがあのシュタイナーの、 あの牛の大切さで、あの今は穀物を、穀物と大豆を牛に食べさせて、そういうあの豊かな牛糞ができない。で、飼い方も全然違うし、餌も全然違うから、動物系の糞はあの悪いものと思われてる。で、穀物とその大豆にも、大豆だけやってもさっき加代さんが言ったような、その雑草、雑草とか、まあ牧草、うん、食べてた時と同じことが牛の体では起きるってことですか？ない。ないない。あの、なぜかというと、あの消化しやすい、うん、雑草より、うん、全然違う、あの生物の生態系が牛の中に住んでる、うん、大豆とトウモロコシを食べさせると、うん、または実はね、人間もそれを消化できるから、うん、あの牛のポテンシャルを活用してない、うん、牛のいいところは人間が消化できないものを食べられるから、その穀物を牛と分け合ってしまうっていうか、取り合ってしまっとる状態に今なってるってこと？そう、今なってる。そう、でもじゃあそしたら、その雑草を食べとる牛と穀物で簡単に栄養を取れとる牛は、栄養を取るって言い方はどうなんか分からんけど、はもうお肉が違う、牛乳も違うってことですよね？うん、違うと思います、うん、多分あのビタミンとミネラルのレベルでも違うし、うん、あのその糞の、うん、あ微生物も違うし、うん、あともう一つの問題は、あの牛糞、酪農家の牛糞は塩分が高いと思う。なぜかっていうと、あの牛乳をいっぱい出せるためにいっぱい水を飲めさせる、うん、でいっぱい水を飲めさせるために塩分も、うん、あの、うん、意図的に増やす、食べさせる。そうすると水をいっぱい飲みたい。だから乾かせる。そう。だからあのその牛糞は塩分が多いと考えられる。放牧の牧場でもなんか牛が舐める用の塩を置いてあって勝手に舐めるって言っとったけど、それはまた別の話かもしれない。うん、いや、それと多分飼料にも入れてるかもしれない。うん、そこ飼料は。ゼロ。ああ、ゼロ、うん。で、もちろんあの塩は必要、どの動物でも塩が必要。そのための塩だ。ね。まあ余計に入って水分をたくさん。ね、で、あの食べてビール飲む。野生動物は何？ポテトチップスでビール飲む。そう。で、あの野生動物はあのわざと塩を探しに行く。あの塩分のあるあの石とか土を探しに行くらしい。目的が違うってことですよね。そう、目的が違う、うん、その直結してるのか、その自然の一部にあるのかっていう、うん、この差ですよね、うん、で早くさせなくちゃいけないってことですもんね、今の飼い方、うんうん、牛、肉にしろ、牛乳にしろ、うん、そのやり方でやってるって感じですもんね、ね、うん、だけどあの別に牛絶対にいないといけないわけではない。で、うん、さっきその栄養素バランスを取るために、あの糸目水、飛び虫、その自然の生態系も活用できる。で、元のテーマ戻ると、そのあの多様性、生物多様性が、あの、まあ、目的の一つ、うん、その得るためにさまざまな生態系を農場内であるといい、うん、またその統合性も
あるついなんかなの言葉使ってた、有機体、うん、有機体の集合体、集合体、うん、有機体の集合体ね、その様々な生態系、その様々な要素、田んぼ、果樹園、フードフォレスト、畑、どんなつながりが作れるか、うん、多分今後の農業でそれが大切なポイントになると思う、うん、だからこそさっきの一番手前の栽培植物である苗がすごい大事、うん、ポテンシャル上げるためのね、うん、で果樹もいい苗、いい果樹のやつも必要だし、で要はちゃんとポテンシャルを上げてフィールドを作っていくっていうのがすごく大切、うん、ただ種まきがいいっていう問題じゃないから、うんうん、種をそれで、うん、いい苗を作っていいフィールドで作った種だったらまた子孫は強い種になる、栽培植物の場合でも、これが悪いフィールドで悪い種をやってもまた悪い種が返ってくるだけだから、いくら経ってもポテンシャルは上がらない、それもやっぱ生態系もそれは上がらない、そこスタートがやっぱずれるみんな、うん、それは農家さんの仕事だよね、そうそうそう、農家さんの役割、そうそうそう、改良、そうかな、農家さんも含め実践者、うん、僕たちがやってる家庭菜園でしろ何にしろ、うん、やってる人たちの全員がその意識を持たないといけない、うんうん、かなって、うん、あとさっき昨日の藻類も田んぼに出てきたもがあったから、あの歯車ができない、うん、なぜかわかります、なぜ藻類が出てきたか、あ、栄養は多すぎ、そうそうそう、うん、だからうちも出てきた2月頃には、うん、張ってすぐ2月3月の頭ぐらいまでには出てる、田植えの頃にはもうないっていうのはやっぱ順番があって、水を張ることによって土のところが嫌気性になるわけです、この嫌気がまた分解して、分解したものが栄養素となって藻類が出てくる、だから僕は田植えする3ヶ月前から段取りするわけだから、田植えする頃にはその藻類たちは枯れていく、だから僕にはもう全然で、次の藻類がまた出てくる、それが今度日陰を作ってくれるっていう順番になってる、だからやっぱ順番がすごく大切、うん、だし季節のリズムをちゃんと読むことも大切、うんうん、いっぱい取ることが目的ではない、順番をやれば勝手に返ってくるから、うん、だから冬に水張ることが大切とかではない、耕さないことが大切ではなくて、一番大切なのはそのリズムと順番をちゃんと僕たちは作れるかが大切、うん、それは1年目でできるわけじゃないから、それをちゃんとできるところからやっていくっていう、生態系との付き合い、そう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 、大きく出ましたね、生き物との付き合いじゃなくても生態系との付き合い、うん、いいですね、まあ季節、うん、気候、そう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 、ね、その場の条件、そう条件、土の条件ね、でそれぞれのところ違う、違う、マニュアルでは通用しないから、やっぱ自分でそれを感覚を取っていかないと、うん、種もみもじゃあこの有機体、うん、そしたら、そこから取った種を稲に苗作るっていうふうに、うん、種を買わずに外からっていうのができれば理想です。ってなるけど、結局これ栽培植物だから自然界の中で一番弱いものなんですよ。っていうと取り続けていくとそこにマッチしたものになるから、一番最初が100個取れましたとなったら多分最終的には30とか分かんないけど少なくなるのが当たり前。だからそうというよりもそれが分かりきってるんであればポテンシャルを上げていった方がいいんですよ。北のところとか高いところから種を譲り受けることが一番稲のポテンシャルが上がるから、うん、でそこに仲間を作るとかにしといた方がいい、うん、
なんで最初は例えば100取れてたのに、うん、30になるのは当たり前になる。あそこにあっちゃうから。そこにあったら、あったら下がっていく一歩ってこと。そうそう、こっちは最初 100% のだとしたら、ここは環境はこっちにあっちゃうから、うん、分かるかな。もともとそうここに、ああそう、ここの環境が100で違うところに行くわけだから、徐々に落ちていく、うん、そこを育たないの。育っても、ここで育、ここの環境で育ったものだけが残るだけだから、本来はこっちで育つものだから。あー、そういうこと。 ちょっと違う言い方使うと、うん、あのとても力強いあのバイキンあのをすめっちゃ大変な気候に慣れてる人をすごいあの楽なところに連れてくると楽ちんなと思って、あ生きるのは簡単なと思って、あのすごいできちゃうね。やっぱりその楽なところに慣れちゃうと、もうそれしかできない。ぬえっていうか、ひねは。そうそう、まあ人間もそうだけど例えばこっちの、まあ取ってあるからあれだけど、南房総は男性、大人の男性は鎖骨が1本足りないって言われる。それだけあったかいから、あの山もあるし海もあるから、男性は働かないみたいな。うん、働くでも別にお金じゃなくて全部食べ物とかは賄えちゃうから、足りなくても済むっていう。本当にないの。いやそれはそうやって表現されちゃう、昔されてたっていう話。うん、そう。でもそういう人たちはそこでもう慣れちゃってるけど、その人たちは例えば北海道とか秋田とかああいうとこ行ったら多分うー寒ってなる、うん、僕はだから僕はこっちに冬来た時に寒くて動きたくないってなると一緒。ね、めっちゃ集中してなきゃダメだから。ね、でもそれでそこで、まあその人はそうかもしれないけど、うん、生まれ育った種も同じってこと。うん、同じよ。どんどん、うん、どんどんそこに慣れていくから。うん。うん、そうそうそう。わかりました。じゃあ。コシヒカリって言って自分のところでコシヒカリが取れたとしても、うん、前のコシヒカリのポテンシャルは この種は持ってないんだ。持ってない持ってない、はあ、だけどそれが育つのが稲だから、うん、あじゃあ交換、寒いところにまた送り返して、また寒いところからまたもらってっていう、それはちょっと効率が悪い、悪い、うん、もっとここそうこことの関係を良くしとけばいいだけだから、うん、だから他の野菜とかとも一緒のことが言えて、丹波の黒豆を南房総持ってきたらだんだんちっちゃくなっていく、あの大きい種が、うん、土地に合ってないってこと。そうそうそう、気候に合ってない、気候に合ってない、うん、じゃあ気候に合ってる割と似たところに持っていったら、そう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 、もちろん別にそんなにこう落ちるわけじゃないかもしれない、まあ、ただ移動するっていうのはやっぱそれだけれ、うん、だから昔でいう在来種があるっていうことで、うん、在来種が移動しないっていうのはそういうこと、うん、なるほど。じゃあポテンシャルの高いところを作りたいと思ったら、もう昔からその時に根付いてるものを強い苗を作って育てて、種を取って、また強い苗を作ってっていうのが、そうそう、まあ、シンプルで、シンプル、だ丹波の黒豆をこっちの南房総持ってきて丹波の黒豆ですっていうふうに売ってもあんまし意味がない、うん、だったら丹波に自分が移動して丹波の黒豆を作って売った方がいい。アサヒがあのこの岡山県で、うん、あの成功した理由、うん、もしかして昔ここで作ってる、うん、ここに合ってるから、うんうんうん、そうそうそういうこと。朝日をこっち持ってきても育たない、あの奥、うん、あの南房総に、そうそうそう、ああそういうこと、うん、育つんだけどポテンシャルがすごい減る、低くなっちゃう、うん、で逆に亀のっていうのが同じぐらい あの年表になる、うん、古いやつだけど、亀のを西に持ってっても同じことが起きる、うん、だから分かれてる、だからそれをわざわざ合わせてってなってきたのがコシヒカリだから、
でも岡山県でその自給自足でね、うん、お米を自分で作って、うん、で毎年自分のその種もみを取って食べようと思ったら、うん、やっぱコシヒカリじゃなくてやっぱりあった朝日とかそういうものでやっぱりこう順繰りでやっていくのが、まあ理にかなってるけど、それ本当に美味しいのかなっていうところ、僕たちが食べて美味しいのかっていう、それで美味しければそれやってもいいし、あと周りにあげた時の反応喜ぶんだったらそれでいいけど、例えば自分の親とかおばあちゃんとかが、おばあちゃんわかんないけど、まあ、友達とかに朝日とか亀のあげて、そういう人たちはコシヒカリ系のやつ食べてるから、それと絶対比べちゃうから喜ぶのかなって僕は少し疑問に思う。自分はそれでもいいけど、うん、人にあげた、俺食べた時美味しいと思ってた。もう亀の美味しくなかった、もうパッサパサすぎて、うん、まあコシヒカリ美味しいからね。そうそうそう、だから自分は良くていい自分がやってあげればそれでもいいけど、人にそれを強引におすすめするっていうのは幻の種だからとかって言ったところで、人は喜ぶのかなっていうふうに僕は思う、うん。あと食べやすいね、コシヒカリ。そう、ちょっともちもちとかね。そうそう、食べやすいね。だからこそ、うん、その昔の人たちそうやって品種改良して今があるわけで、うん、だけど自分で種を取るとそれも、うん、あの安心だよね。そうそうそう、もちろん、うん、でコシヒカリももちろんできないわけじゃなくて取れるから、ちゃんと、うん、それをちゃんと丁寧にあの塩水栓かけてでんぷん質が多いものを常々取っていくことすればいいし、うん、苗も強い苗を作ればそれなりに病気にはならないかな、うん、もう一つ聞いていい、うん、あのじゃあちょっと戻って元のテーマに戻ると、あのその僕らの目的の一つのは生物多様性を増やすこと、うん、あの様々な理由で、あの一つのはこれから気候変動とか、もしかしたらあの稲ができない夏が来る、うん、で田んぼだけじゃなくてあの夏の木とかあのさつまいもとかさまざまな植物を作るとあのバックアップになる。でまあ目的、生物多様性、もう一つの目的はバイオマス生産じゃないかと思う。光合成、生態系はあの光合成が行って空気中の二酸化炭素を吸収して炭素で体を作って生物、あの植物が体を作るね。それは自然のプロセス、バイオマス生産で、先生はそのバイオマス生産が農業にとってはどれだけ大切か。それは月の話を言ってる。月の話じゃなくて、すごく大切、うん、大切なんだけど、まあ、これは僕の勝手な持論、僕のあの未来のその何かを予測、食料困難が起きるとか気候変動ですごく作物が取れないっていうふうに予測しちゃうと僕は動けない。だからもうとにかく自分のできることをポテンシャル上げてやっていくしかないと思ってるから、だから常々観察して常々勉強して常々実践する、これしかないと思ってる、うんうん、です。であのそのバイオマス、うん、バイオマス生産に関しては陶器淡水は冬の間に植物を作ってない、うんうんうん、だから本当に光合成が行ってるのは、うん、田植えしてから、うんうんうん、あの5月から稲刈りまで9月の4ヶ月間、うんうん、100日しか行ってない光合成、うんうん、それはなんかもったいない気がする、うん、それをその間に何か作るってなるとそこで必ずまた生態系が壊れるんです。で僕もそれも考えてるんだけど、うん、それをやると結局は例えばそこに麦を植えるとかしちゃうと今度田植えがずれてくる、うんまあ、田植えの前、ね、冬の水張る前に買っちゃえばいいじゃんって思うけど、絶対みんな麦でやったら麦取りたくなるから
そういうのもう予測つくから、僕一人でそう計算して誰の迷惑かけないっていうのだったら、もしかしたらやるかもしれないけど、仲間内でなるとしたら、じゃあ麦がかわいそうとか、麦でパン作りたいんだからって言う人は絶対出てくるから、そうすると結局5月の末とか6月に麦狩るよねってなって、陶器炭素もう大元が崩れちゃうよね、うん、だから僕はそういうことは考えるって考えたけどしないっていう選択をした。いや僕は別に、うん、あのした方がいいって言ってないけど、分かる分かる、あのそういう視点もある、ある、そのなるべく光合成を多くしてバイオマスも多くに生産するっていう、うん、それがまあ自然だから、うん、それができるのが棚田、棚田が5枚あるうちの1段目はそうするとか、4段目は4段、残りの4段は意味をする、うん、だそれをなんか うまくできればですけど、うん、その人が技術持ってればそれを回せるっていうこと、そうすると結果生き物も多様性がなる、または和製じゃなくて奥手、奥手がするとあの藁の生産も増えるし、うん、そうそう、うん、バイオマスも増える、うん、でそれも生物の餌にもなる、なるなる、けどこの奥手がまた美味しいのか美味しくないかって僕は疑問を持ってくるから、うん、そこなんですよ僕のいつも葛藤はね、うん、あと電気柵を年中つけるっていうのも良くないから、やっぱイノシシがその棚田に出入りするっていうのはすごく僕の中で大切になってくるから、棚田だけやってる、入る？そう、先生の田んぼ、そうそうそう、僕は7月6月の末から稲刈り終わる9月までしか電作はしない、その後は全部取っちゃう、じゃあその取ってる間は普通に入ってくる、入ってくる入ってくる、イノシシ全部、それはいい、いいいい、めっちゃ遊んでる棚田の中で穴とか掘るのは後で埋める、いいんですか、いや穴はもう掘らなくなったから、ちゃんと水道、山の水道があるから、そこをちゃんとせき止めて池作って、中は別に乾くから、乾いたところは全然掘らないからやつら、うんうん、そう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 、まあ食べ物ないから、そのそうそうそう、そこにないないから、あるとしたら水のあのジメジメしてるところだから、そこをしっかり水道を変えてあげれば、そっちしか行かないから、ね、あのクズの根っことか、うん、あのミミズを探してるから、多分変えてる田んぼでそんなにない、うん、掘っても本当表面、うん、表面だから、本当にこうそこでうろうろするぐらいで、うろうろ、そう別に入られても問題ないし、そうそう、全然問題ない、地面硬いし、あとヘビを食べるから、やつらはマムシもいるし、そいつらは食べてくれるから、バランスが取れる、うん、うん、だから見たこと、今までの農業経験で、なんだろう、そのイノシシ、まあ、害獣と呼ばれてるものたちの出入りを、まあ、意図的にコントロールするっていう人たちは今までの農業経験で、あの意図的にコントロールというのは、あの罠をつけて取る、ああ違う、あの五十嵐さんみたいに自由にさせるタイミング、まあそれは何も作ってない時を入れるとは あると思う、 みんなそう、大体、うん、だからイノシシが出たイコールも囲っちゃえっていう、この発想がまず生態系壊してるから、囲いたい、うん、囲いたいってのは分かる、いやけど必ずでもない、なぜかというと、うん、イノシシはもともとこの生態系にいなかった、いなかった、そうそう、いなかった、うん、そうなの、山にいるから、あそうか、降りてきた、うん、降りてきた、あ、まあもともと日本にもいなかった、うん、そうそう、いないいない、そう、外来種、えあ、ちゃあちゃあ、コトムシとか、ちゃあ、イノシシはいるけど、今僕たちは騒いでるのはほぼイノブタって言って、なんか、なんていうのあれ、わざと掛け合わせた、そうそう、掛け合わせたやつ、ね、それが繁殖してる、イノシシはいたでしょ、そう、イノシシはいるけど、そのなんていうの、こういうところで住んでないよね、多分、本当、そっか、今のはイノブタなんだ、縄文時代から食べてたイノシシ、おことにします、弥生時代、もっと古い石器時代から。そう。ちょっと待って。
でその生態系、もともと山に住んでいるそのイノブタが、うん、まあ、出てきてるっていうことは、うん、そもそもその生態系の田んぼの自体の生態系が壊れ、うん、狂ってるから来て、あ、じゃ山の生態系が壊れてるか、あ、山の生態系が壊れてる本当はそこにいるはずだったものがこっちに来るようになっちゃったから、そういうことか。本当はもうなんていうの、いっぱいいすぎてこっちに来る、うん、し、あと水が枯れてこっちに来る、うん、山の中の水が枯れて、じゃあ山、里山で被害が多いっていうところは、うん、その里山自体がちょっとやべえなっていう感じ、それは、は、畑のスモールにした時も一緒で、畑でも同じなんか害虫が来たとかなった場合、もう畑の生態がなってないから来るだけの話だから、じゃあどっちもあるってこと。そう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 、とにかく畑の、畑生態系のバランスが悪いっていうふうにまず考えないとダメだよね。何かが悪になるんじゃなくて、とにかくバランスが悪いんだな、じゃあどうしようっていうふうに考えないと。イノシシの時もイノシシも野菜とかお米になんかやら、あの虫でやられたとかなった時も、その畑自体の田んぼのバランスも関係してるってことですか。そう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 、ミミズが増えすぎたとか。それは大丈夫だ、それは大丈夫だ、うん、肥料が多すぎるっていうのは大体の答えだけど、うん、肥料が多すぎる、うん、何ですか和田さん。僕の畑でね、うん、こちらにはちゃんといいのができるのに、うん、ここには害虫が発生するっていう部分があるんですよ、うん、それがなぜなのかわからなくて、今多分栄養が多すぎる、うん、という、うん、よくわからない有機肥料入れてるからね。そういい有機肥料